はい、どうもこんにちは、バッシーとミクです。はい、本日紹介しますのは、初音ミクプロジェクトディーバー X ですね。まあ、といってもゲームを紹介するわけじゃなくてですね、あくまでも特典と、それからアクセサリーボックスの、レビューになります。はい、その辺の部分はご了承ください。プレイ動画なんかもね、出したいんですけど、環境が揃ってないんでですね、まあ、環境揃い次第そうですね、そういうのもやってみたいなと思います。それとですね、グッドスマイル、カンパニーから、グッドスマイルレーシングですね、レーシングの方からちょっと、変なものが届いたんで、そちらの方も開封して中身確認してみたいと思います。はい、バッシーアットミクチャンネル。はい、それでは早速ですね、こちらのグッドスマイルレーシングの方の何が、届いたのかちょっと気になるんで開けてみますね。はい、今年もですね、グッドスマイルレーシングのやつがありまして、粘土とかフィギュアのやつですねがあるので、ちょっとこちらの方ちょっともうすでに払っといたんですけども、何か入ってるんだろう、なんかゴツゴツしたものが入ってるんですよね。よいしょ、じゃあちょっと開けます。せーの、よいしょ。おっと、はいはい、とりあえずこんだけかな。はい、個人スポンサー様、スポンサー、特典祖父のご案内だそうです。個人スポンサーカードとネックストラップレース会場特典引換券だそうです。はいなるほどね。まあ、だいたい予想はしてたんですけども、はい。で、これがレーシングミク、特典カードですね。はい。このミクさん可愛いですよね。今回のレーシングミクさんもなかなか可愛らしい。髪の毛の一部がちょっと赤くなってたりするんですね。はい。これは、そうですね、ミクエキスポなんかでも見られた、感じですね。で、こちらが個人スポンサーサーキットの特典引換券ですね。と言ってもね、このサーキットの場所、遠いんですよね気軽に行ける場所だったらいいんですけど、だいたいこういうところって なんていうんですかね、言い方悪いんですけど広い場所ですよね。まあ、ちょっと、田舎臭いというか、そんな感じのところが多いですもんね。はい、まあいいや、まあ、行くことがあったら行ってみたいなと思います。ちなみに第1戦が2016年4月の9日から4月の10日ですね。はい、もうすぐだわ。でも9日10日ってちょうどミクエキスプじゃんいけないですね。はい、でもう一つがこちらですね、ネックストラップかなですね。はい、ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じに、ミクサンカラーの、ストラップなんですね。ミクサンカラーというよりかはちょっと緑が多いかなって感じがしますけど、まあ大体近いでしょう。グッドスマイル レーシングチーム右京って書いてありますね。はい、パーソナルスポンサーズ2016。ああ、なるほどね。はいはいはい。まあ、こんな感じでありますね。へえ。なるほどなるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。っていうものが入ってました。じゃあ、DYX の方ちょっと見てみましょうか。はーい。はい、それでは早速ですね、ごめんなさい、アイムカードの方ちょっと紹介して いこうと思います。アイムカードっていうのはですね、アーケードゲームで使えるカードのことですね。はい、それのミクさん柄になってます。はい。僕はもうすでにこちらのアイムカード持ってるんで、あまり意味はないんですけども、袋から取り外すに、そのまま使いたいと思います。はい、このまま取っておきたいと思います。はい、この柄いいですよね。これは普通に使ってもよかったんですけど。うん。まあ、その前にもね、何枚かミクさんの缶出てるんで。さてと、じゃあちょっと開けてみますか。はい、開けると、まあ、いつも通り説明書が入ってたりしますね。ネンドロイドコーデのね、やつも入ってますね。なるほど、なるほど。はいはい。ですね、今回はですね、初回限定版なんで、アイムカードの他にですね、プロダクトコードがもらえる、CS タイル A がダウンロードできる、プロダクトコードなんかもついてきますね。はい。なるほどね。はいはい。でですね、今回はですね、ソフマップとセガストアで、予約したので、2枚のタペストリーが届いてます。はい。そちらの方ちょっと紹介したいと思います。じゃーん。はい、ごめんなさい、横でちょっと見づらいと思うんですけども、ちょっと頑張って見てください。ごめんなさい、あと手持ちのカメラでね、手で持ってるんで、またちょっとそこの見づらいと思うんですけども、こんな感じのソフトマップの、タペストリーが届きました。すっごいでかいですね。へえ、大きさそうですね。1メートルないかな。60センチぐらいはでもありそうな感じがしますね。はい。なかなか大きいです。へえ、これは
はいいですね。さすがソフマップ、いい仕事しますね。うん、はい。こんな感じのタペストリーが、まず、ソフマップの特典ですね。むっちゃでかい。これは飾りがいがありますね。はい。じゃじゃん。はい、そしてこちらがセガストアの、特典のタペストリーになりますね。はい。これもいいですね。このケイさんのミクさん、可愛らしい、すごく。こちらの方がセガストアの、特典になりますね。うんうん。なかなかいい。はい、可愛らしいですよね。大きさはですね、そうですね、うん、40センチぐらいかな、大体。多分そのぐらいだと思います。はい。うんうん、良いで、いいですね、やっぱり。これはやっぱタペストリーってあれですよね。後々価値が上がっていくんで、そこがまたちょっと怖い部分だと思います。はい。うんうん。はい、それでは、アクセサリーボックスの方を開けてみますね。まず表面、アクセサリーボックスが、大きく映ってまして、でそれから、横面見るとこんな感じ、フェイスカバーが入ってて、ハードポーチとクリーナーストラップも入ってるみたいですね。このハードポーチが欲しくてですね、今回買いました。フェイスカバーの方なんですけども、これ2000型の対応みたいで、僕持ってるの1000型なんですね。なんでちょっと入んないとは思うんですけど、まあ試してみましょう。はい。で、横面がこんな感じ。下の面と、下の面は特に何もないかな。はい。で、上の面ですね。はい。じゃあ、早速開けてみましょう。はい。開けると中には、まず、アクセサリーボックスの取扱説明書が入ってますね。はい。まあ、こんな感じにざっと開くと、まあ、ポーチというか、フェイスカバーのご利用方法がありますね。はい。なるほど、展開式なんですね。ヒンジを軸にして展開するみたいです。すごいすごい。で、裏面がポーチのご使用例ですね。はいはい。で、クリーナーストップのご使用例がついてあって、最後まで読んでくれてサンキューってありますね。ミクちゃんかわいい。はい。で、中にはですね、ポーチが1個丸ごと入ってました。これ以外には特にないです。はい。多分中に全部入ってたと思います。はい。じゃあ早速ちょっと開けてみますね。よいしょ。ここから開けると、お、結構しっかりしてる。おーおー、はいはいはい。あ、クリーナーストラップだからこっちかな。はいはい。クリーナーストラップも入ってました。はい。あ、これやっぱいいですね。結構大きさありますね。はい。粘土のミクちゃんと顔が同じぐらいかな。結構ありますね。はい。ありがとうね。まあこんな感じで、ありますね。はいはい。で、こっちが、今回のあれですね、フェイスカバーですね。これはここ開けるか。おーおー、あ、すごいすごい。へえ、なるほどね。これいいですね。2000型持っててもいいかもしれないな、これのために。で、表面、あ、こっちが裏面か。裏面が こんな感じになってて、こっちが表面ですね。で、使わないときはこんな感じで閉めると。はいはい。じゃあちょっとやってみますか。線型入るかな。よいしょ。あー、ちょっと大きさやっぱ合わないかな。あ、入った。規格は同じなのかな。あ、ダメだ、閉まない。線型ちょっと入んないですね。あー、残念だ。でも一応ここにははまりますね。なるほどね。なるほど、はい。なるほどね。ちょっとはまんない、入んないんですけども、一応はまるははまるみたいですね。まあ、これじゃあまり意味はないな。でもやっぱりこのデザインいいですよね。はい。なるほどね。でもちょっと、表面が、本当に、そうですね、プリントされているような感じなんで、ちょっと傷つけたらもう、結構いい感じの傷が入っちゃいそうなので、これがちょっと怖いですね。はい。取り扱いには十分注意しないと。で、こっちのポーチは、よいしょ、普通に入るかな。よいしょ。あ、こっちは普通に入りますね。はいはい。まあ、こんな感じに、ザッと。ああ、いいですね。ああ、やっぱりいいね。うん。そうですね。普通にバッグに入れるなんかにはね、こんな感じでいいと思います。うん。これかっこいいですよね。うん。はい。まあ、こんな感じです。はい。はい。というわけで、初音ミクプロジェクトディーバー X の、アクセサリーボックスとですね、特典の方のちょっと紹介させていただきました。あと、プラスアルファでですね、レーシングミクのやつのちょっと紹介させていただきました。はい。そうですね、今回のアクセサリーボックス、なかなか良かったと思います。はい。残念ながらね、1000型には対応しなかったんですが、まあ、うん、いいんじゃないかなと思います。はい。いずれ2000型を手に入れる時があれば、使いたいなと思います。あるのかな。ですね、あとレーシングミクのやつもですね、
無事一つ目が届きましたんで、それ以降のやつが、届き次第またレビューしたいなと思います。はい。アクセサリーボックスの方はですね、普通に、今からでも手に入ると思うので、これを見て、もし興味が湧いたのであれば、手に入れてみるのもまたいいのかなと思います。はい。というわけで、初音ミクショ DYX、アクセサリーボックス、それから、特典、レーシングミクのね、一部の、グッズなんかも紹介させていただきました。紹介したのはバシーと、ミクでした。はい、またねー。バイバイ。ミクとバシからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バシアとミクチャンネルをお願いします。はい。